はい、どうもー、うみです。本日も潮騒の街続きやっていこうと思います。おい、あ、ここからか。ここからで気は枯れている物語を進める。ツン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 、誰誰、ふいって可愛いな音。ツン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 、おおばあ、ここで寝てたんだ。危な、これ海がわーって来たら、あなたもあれ死んでたよ。なんじゃ生きとるんか。あ、間違った、声間違った。なんじゃ生きとるんか、つまらん。怖い、おばあちゃん。自分の家で寝んかい。それはもっともごもっとも。自分の家で寝なさい。寝てしまったのか。水死体は、お、ばあさんに聞いてみよう。なかったんじゃないの、水死体。だって別、どうなんだろう。あ、死体？あんたじゃなくて？怖。何？水死体？上がっとらんよ、そんなもん。まだ上がっていないのか？まだ上がって、もうそもそもここで死んだとかじゃないってこと？それとも人目につかないところで死んだ？うん。一旦家に戻ろう。また捨てられとる。お前もわしのところへ来るか？わしのところってどこ？どういうことだろう。でもそんなすぐ上がってくるもんなんかな。まあとりあえず家に戻りって、お、ポストに手紙が届いているようだ。はい、手紙が入っている。読んだか。兄からだ。あ、兄いたんだ。近々こっちへ来るらしい。兄とはしばらく会っていなかったのだが。なんで急に。今頃何のようだ。本当だよ、怖いね、なんかそういうの突然みたいな。あ、歩いてる。遅い、足が。この町に来て2年。私はサラリーマン時代に貯めた貯金を食いつぶして生活をしている。あ、じゃあ今ニートってこと。あ、そうなの。その現状が兄を知ったら何か小言を言われるかもしれない。でしょうね、多分言われるよ、きっと。そんな社会的な責任から、鬱陶しさから逃げるためにこの町へ来たというのに。で今何もしてないってこと。でも本読むし頭いいからいろいろあるんじゃないの。就職先は一体何のようだ。説教しに来るんじゃない。しばらく服を買っていない。何する。あ、タイトル青い鳥。幸せはあなたのすぐそばにある。わーお、そうなのかな。心の手紙。空の向こうに見える相手の顔を思い浮かべて。空の向こうに、はい、一字一句丁寧に。この世界に存在するたった1枚を送ろう。深い。あ、これは見たね。あ、間違った間違った、また開いちゃった、読まない。じゃあとりあえず出てすることないんで。あ、来たじゃん、病院行ってたのに。あ、家の帰った。もう帰ってきたのか。入れるの。あの子は、あの子の幽霊はここにいる。ずっと私の中に眠っている罪悪感。あ、やっぱ前回のあの子っていうのはこの子のことなんだ。あー、そうだね、あの日会いに行かなかった私は、苦しみの中でもがいていた。ちっぽけな自分に、逃げてしまった自分に、心底嫌気がさしていた。もしあの時のことを謝れたら、私は変われるかもしれない。でも謝ったらさ、あの子もさ、自分死んじゃってるって気づくんじゃないの。この扉を開けて、あ、やばい、闇の世界に行った。闇の世界、あ、何をしているのかね。人の家の前で。ちょっとやばい、不審者扱いされるんでは。やばい、気を取ってる。早かったですね。赤ちゃんは生まれましたか。生まれた。やった、よかったよかった。生まれたよ。
あ、どんな声だったっけこの人。というか、私が病院へ着く前に生まれてたよ。じゃあ見れなかったんだ生まれる瞬間。何もたもたしてるのよって嫁さんに怒られたよ。なんだかすれ違いだったみたいですけど、よかったじゃないですか。おめでとうございます。いいじゃん、うん、そうやって冗談言い合える感じ。冗談かわかんないけど、そう思うかね。本当は私は何、私忘れられないんだ。死んでしまったあの子が。え、そりゃそうだよ。帰ってくれ。でも生まれちゃったんでしょ、もう生まれたんでしょ赤ちゃん。いやわかるけど、やっぱそっちの子も大事にしよう。そうだったのか。あ、おった、鍵がかかっている。うわー、つら。これお父さんも、いやちょっとみんなつらいな。どこ行けばいいんだろう。いないよね。もう一回話しかけよう、ばあちゃん。あれ変わらない。どこ行くんだ。お家に戻る。旦那にはいつも世話になっている。どうにかしてあげたい。ちょっと辛すぎるな。わかるもん、その気持ちも。忘れるわけない。いや忘れなくていいんだよ。だがどうしたらいい。考えろ。その頭いい頭脳で、君の今その力を解放する時が来た。何をすればいいんだ。逃げるな。旦那のためにできることを考えるんだ。身の回りに何かヒントはないだろうか。ここにヒントがあった、まさか。何がある。何がある。違うよ、あ、これだ。手紙を送ろう。おう、もちろん書くのは私ではない。あの子を呼びに行こう。どうやって呼びに行こう。来た。あ、やった。いや、ちょうど来てくれた。今日も来てくれたんだね。実は君に頼みたいことがあってね。お父さんに手紙を書いてほしいんだ。最近お父さんが元気なくてさ。いいかい。うわー、あれ死者からの手紙みたいなになるんじゃない。天国から手紙が来たみたいな。私は彼女に字を教えながら一緒に手紙を書いた。彼女が書く一字句には、触れるのかなペンとか。本物の思いが込められていた。てか死んでるって気づいてるの。まるで2年前この子が生きていた時に戻れたかのような、久々に安らいだひとときだった。よかったじゃん。ちょっと後悔取り除けるんじゃない。ありがとう。確かにお父さんに渡すからね。それじゃ。女の子ちゃんと成仏してできるといいけど。待ってくれ。君はあの時私が会いに行かなかったことを怒ってはいないのか。はてな。あらら、やっぱ気づいてないんだよ自分が死んでるって。よくわかんない。ほら、何をそんなに怖がってるの。私は後悔を恐れているんだ。君は愛されていたと、私も君のパパやママと同じように愛していたと。そうだよね。本を貸し借りするね、親密な仲だったし、君に言えずに死なせてしまったことを、最後に伝えられなかったことが、悔いても悔やみきれないんだ。難しくてよくわかんないけど、私は好きだったな、お兄ちゃんのこと。なんていい子。たくさん本を貸してくれてありがとう。漢字を教えてくれてありがとう。今までありがとう。ありがとう。今までありがとうって
なんかもう会えないみたいな。あ、行ってしまった。え、行ってしまったってどっちの行ってしまった？え、でも成仏できたんならそれは素晴らしいことじゃない？あ、お、え、誰左上？新規キャラ、ゴミを拾うばあさん、砂浜に捨てられるゴミ。あ、ここは一緒かな。じゃあとりあえず、あ、隣の家の女の子に話しかけたら。何？私もこの子から学んだことがある。全ての物事を難しく考える私に、単純に好き嫌いで判断して良いことを教えてくれた。私も昔は子供だったのに、いつの間にかその心を失っていったのだ。ありがとう。 あ、桜が咲いた。この子のことは解決したから。桜が自分、わかった。どんどん、ここ自分の心だ、これは。お、最後は咲かせてハッピーってことね。なるほど。うわ、すごいな、なんか。すごい。私は間違っていた。あの子が死んで一番苦しんだのは私などではない。旦那はこの2年、私なんかよりもずっと苦しんでいた。そうだよ、やっぱさすがに親とかね、家族は。他の人と比べられないほどね、やっぱ関係が深いから。まだ死んだ女の幽霊、この浜のどこかで殺生したと思う。あ、彼女の死体はまだ上がっていない。これ誰？お兄ちゃん。兄、故郷に住んでいる実の兄。私がサラリーマンを辞めるときに親身になってくれたが、この2年連絡を一切取っていなかった。優しいお兄さんじゃん。でもお兄さんもまだ心に闇を抱えてるんだ。うわあ、でもよかった、この女の子がちゃんと心を取り戻して、か、花が咲いて。うーん、よかったよかった。では終わり。私の心の木は枯れている。うーん、よし。では今回はこのね、どんどんこう、多分こうやって章ごとになってるんで、この2章かなは今回ここまでにしようと思います。よかった、すごい。ちょっと待って、まだここにいるんですか。なんかね、やっぱ次じゃあお父さんかな、成仏するのは。成仏お父さんは生きてるか。心に花を咲かせるのは、じゃあ残りあと 1,2,3,4,5、 最後が自分だろうからね。あと5回ですね。いやー、面白い。またね、ちょっと進めていこうと思います。では今回も最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録や Twitter のフォローなどお願いします。ではまたねー。